小泉純一郎小泉内閣総理大臣談話は2005年8月15日の戦後60周年記念式典に際して第88代内閣総理大臣の小泉純一郎が閣議決定に基づき発表した声明。小泉談話戦後60年談話として知られる。この内閣総理大臣談話は1945年8月15日の 終戦から60年経った2005年8月15日に内閣総理大臣の小泉純一郎が閣議決定に基づいて発表した声明である。1995年に第81代内閣総理大臣の村山、富市が戦後50周年の終戦記念日にあたってを発表して以降、日本は村山談話を政府の公式見解としており、 歴代内閣もそれを踏襲してきた。小泉談話の内容も、この村山談話を概ね踏襲している。村山談話の発表から10年が経過し、戦後60周年の節目の年にあたることから、新たな談話として、閣議決定された。談話は、戦争の参加で命を落とした者への哀悼と、不戦の決意の表明から始まっている。 植民地支配と侵略によって諸国民に損害と苦痛を与えたことを認め、謝罪と哀悼の意を表するとともに、再び戦争を起こさない決意を表明している。また、戦後の意義に踏み込み、我が国の戦後の歴史は、まさに戦争への反省を行動で示した平和の60年だと歌っている。次に、日本のすべての国民は、国際平和を希求しているとして、他国と協力して、 平和の維持、発展を目指す考えを示している。その上で、正しい歴史認識のもとに、アジア諸国との未来志向の協力関係の構築を目指すとしている。村山談話との共通点は、植民地支配、侵略、多くの国々、とりわけ、アジア諸国の人々に対して、多大の損害と苦痛を与えました。通切な反省。 心からのお詫びの気持ちとの表現が用いられたことである。一方、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れという表現は、小泉談話では用いられていない。他、戦後処理問題への言及も、小泉談話ではされていない。ありがとうございます。